かっこいいね。はい、お母さん、ちょっとうちの凛ちゃん似てない耳が違うかやってきました、お母さん。はい、ここはどこでしょう。あ、朝市だって、かの有名な朝市。何県ですか、まず何県、どこだったっけ高知県高知県来ました、朝市、そう、沢本君のね、地元です。はい、今何時ですか。まあ、一応6時半をちょっと過ぎた、6時半ぐらいだよね。はい、朝早く来ました。高知名物、日曜市が、日曜だけやってるのね。そうです、日曜市のもう6時半からですね、市をこう目抜き通りにですね、片側車線潰して市をね、そうです、1キロぐらいもうずっと位置がずっと続くんで、はい、お母さんどうですか。まあ、昨日の夜高知に入りましたけど、まあ、高知の印象いかがですか。え、いやいや、なんかただ美味しいものいただいたっていう、美味しいもの昨日ね、うちの姉夫婦と一緒に、はい、ちょっと美味しいものをいただきまして、はい、ああいうね贅沢しちゃうと、はい、私これからどうやって生きていこうかはい、ということでまだちょっと位置の準備をしてる段階だとは思うんですけど、ちょっとじゃあ行ってみますか。みかん、あ、すごい、ほら華やかなレース、私もこういう風にしてる、うちのあのあれを下げようかな。お母さんこれいいじゃないですか、これいいじゃないですか。だからあの時期的にちょっと涼しくような気がするんだけど、そうそう、ちょっとね、熱いのも持ってます。あ、もう私もここへシュランプリしてこう流れに下げようかと思う。綺麗だよね、シューミニク、ね、うちものすごくさ花がびっちりしてるやつ、いつの間にかはみんななんか普通になってきちゃったんだけど、あれはそうなっちゃうのかな。うん、ものすごい八重だったんですよ。あの何色のやつ、白とね、この、うん、ピンクと、うん、もうちょっとピンクの、うん、それが何年か経ったらだん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 なんか普通じゃんっていう。こんな一重になった一重よりも二重ぐらいかな、八重ぐらいになった。あ、そうですか。あれは何だ、もうね、すっごいもう衝動買いしちゃったの、ビジッとして、わあすごいっつって、あっ、毎年見るたびに、あのね、あの暑さの関係もあるかもしれませんけどね。あ、そうなんだ。もうね、あの10円みたいになっちゃってるから、うん、もう手をつけないでだわーって見るへえ、うちの庭はジャングルなんだねえ、持って帰れないし。あ、本当だ。素敵だね。素敵だねっていう話じゃないよね。すごい、ほら。ピンクバナナ。本当だ、すごい。今ね、人気にいたないもん、あの、玉ねぎがない。お母さん、これこれ、この芋天うまいですよ、この芋天。芋天。ありがとうございます。天ぷら系はダメ。あ、ダメなんですか。これもう食べて欲しかったけどな。超うまいですよ、これ。有名な。必ず取材とかされるところです。400円だって。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。これない。ちょっと、これさ、これ。お父さん、後ろ、後ろ、後ろ、はい、あ、ごめんなさい、見てますってね、まだ設営中のとこがいっぱいあって、あ、取りました、はい、100円で、はい、100円のお返し、はい、ありがとうございます、はい、はい、
どうもありがとうございます、はい、暑いのでご注意ください。ちょっと集まようぜ。どうぞ、超うまいですよ。みんな食べてますよ。ほら立ち食い、これは手づかみで食うんですよ。通は、うん、けど暑いから。でもほら暑いって、うん、よし、たどり着かない。気をつけてください、暑いから。あ、いいですよ、それ食べてください。あ、前歯で食べるのがきつい。これ一旦茹でたものかしら。いや、そのまま揚げてるんじゃないですか、ね、あ、でもすごいホクホクで、そう、うまいでしょ、うん、だからこれ結構もう名物で、日曜市といえば芋天。歯が噛めないじゃないですか。噛めない。帰ったらまた歯医者さんに行かない。どうですか、うん、高知の甘くてねえ、うん、すごくで、だからみんなこうやって中はすごいね、柔らかいんだけど、うん、音が歯に響く。ほら、みんな食べてますよ。うん、そうですね、うん、すごい柚子、これ本当の柚子ですよ。本当に柚子だよね。うん、焼酎にかける。へえ、20度の焼酎に、うん、化粧水になるんですって。あ、つけて、うん、こうす、なんかこうやってるうちに化粧水になる。へえ、米、こう米だ、板取り。あ、これはよく、あ、これね、あ、これさ、あんまり見ないよね、このこの、なんていうんですか、これインガルナータ、うん、どっちかっていうとあのあれに似てる、1個300円、うん、かわいい。これだったら持って帰れるんじゃないですか、うん、ビニール入れて。素敵だね。でも1個、よく増えます。ちょっと変わってるでしょ、うん、ねえねえ、うん、こういうのって難しいんだよね。あ、よう増えます。あ、増えるの恐怖だな。ちなみにここが僕が通ってた高校です、この角が。そう、あの時計台もあるんですよね、ほら、ね、あそこに、そう、うん、ここがね、通ってた細工。これは何、工細工、ね、はい、おばちゃん、それカエルでしょ、カエルでこう、背中をさするんですよ、それで、あ、で、音がするんですよ、ボカボカボカって。持ってますよ、これ、実は。で、それが何になるの、子供の遊びは、この、まあ、遊びというか、音をするんですよね、こう背中さすると。これはアマガエルですね。あ、これはアマ、逆で、じゃなくて、持つのが逆。あ、こうなの、でじゃないですか、後ろからやる、後ろからやる、お口の音が抑えるからね、あんまり響きが違うんじゃないですか。そう本当に泣いてる。そうあ、面白い。少しずつね、声が違います。あ、少しずつ声が違う。こっちで試した方がいいですよ、でかい方で。昔聞いた。あ、そっちだね。自然に近い。ね、そっちが一番自然に近いよね。そう。
あ、懐かしい音。あ、それいいじゃないですか。言ってる気の孫どもなんかそんなのやつ、あ、終わりだよね。結局お母さんの癒しになるじゃないですか。田舎をこう思い出す。すいません、じゃこれいただけますか。はい。あ、ほら、いいじゃないですか、いい音が。いい音でしょ。どうもありがとうございました。おはようございます。いつもテレビにさせてもらってます。嫁さんが大好きでね、いつも一枚写真もらって。あ、いいです、いいです、どうぞどうぞ。あ、おさん、おしゃれ。あ、ごめんなさい。すごい、帽子が、はい、どうもありがとうございます。帽子が綺麗。すごい、すごい。でも見てます、 YouTube。 あ、こっちがやってます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。全部があるのを、ね、探してんだけどないんだよね。これ可愛らしい。どこ、何すか、ゼブラ。ゼブラ、島なの。ほいほいほい、こういうの一回しか私見てない。うわ、生姜、見て、お母さんの生姜。うわ、立派な生姜。盆栽だ。うちの盆栽なんかね、日陰だったからかわいそうに、なんか変なのよね。何なんだろう、あれ。やっぱ日が当たらないかんすよ。いや、日は当たってんだけど、うん、当たってんだけど、ちょっとあれなんでね、なんかこう、もう本当にかわいそう。表現のしようがない。やっぱお母さんの職種はやっぱこう、ね、花屋さんがすぐこう行っちゃいますね。金魚草ですって。あ、金魚みたいだから金魚草。そう、形ほら金魚みたいでしょ。あ、おって言ってたんじゃない。すぐ手を出してしまう。あ、包丁が。ナイフ。ナイフは、ね、ペーパーナイフ。今の形した小型なんですよ。小型、懐かしい小型。え、どっかでお会いしたことある。あ、人テレビのところ。早いんじゃ、おばちゃんか。すいません。いやー、11月15日にやります。ご存知です、ご存知です。え、誰だったっけ、見たことある。いやあ、だ、誰でしょう、誰でしょう。おはようございます。え、誰ですか、ね、誰だったっけな。いいですか、言って、うん、大家族石田さん家のお母さん。あ、そっかや。そんな仕事で来てね、それじゃなかったら来れないわよ。誰だろう。で、聞いて、自慢話でね、これを。いや、僕は、じゃあ僕、あの、息子じゃないです。僕は、ね、テレビ局の人間。年齢的にもここの出身なんで、進学校でって私言うのよ。あ、そうですか。僕も大手前高知出身なんで、僕は。あ、そうなんですか。だからずっと取材をしてて、いつもテレビ、おじに来られるから。そういや、すごい。今あまり来ないけど。よかったです。本当によかった。すごい声があれですね。声で分かっちゃいますね。あの、大家族のお母さん見たことない。知らんの。もう分かんないじゃないですか。昔からやる大家族。おっさん、何、誰家族ですか。石田さん家ですね、石田さん家。それ聞い、名前を知っちゅう。あ、懐かしい。あの、すごい、はい、ありがとうございました。気をつけて。一応これテレビじゃないですか、 YouTube でひょっとして出るかもしれないんで、その際にはすみません、わかりました、美人にしておきます。もう美人なんで十分大丈夫です。おー、またほら、うわ、すげえ、これすっごい一年中。あ、粘り、粘り、うん、粘り、長芋。見て、これすごくないですか。八つ頭、八つ頭っていうのこれ。八つ頭、聞いたことあるけど、俺初めて見たかもしれない。縁起物のあれなんだね。いや、八という字がついてるからかな。ごぼう、
午後はどんなお味なんでしょう。ねえ、水晶文化、水晶文化、それでも完熟です。へえ、珍しいそれ、ね、色がね、普通黄色いイメージだけど、あれはあのガス抜きしてるから、これはもう自然のまま。あ、そうなんだ、こういう色してんだ。だから日持ちがします。すごいすごい、入るかな、私のカバンの中に。入るでしょ、十分。二三個買えるんじゃないですか。いやねえよ。うん、買ってくれるって言うんだったら分かるけど。いやねえよ、一個。一個もらえます。どうですか、選んでください、形のいいやつ。いや、私はね、どれがっていう感じだよね。確かに俺こう、俺も初めてだ、こんなの。ねえ。それもすごい形、うまそうですね。女の子はもうモードにみかん食っちゃうの。ああ、ねえ、やっぱりみかんが一番食べるから。食べようし。手巻きなってもらって。なんか重そう。ねえ。いや、まあガラガラに言えば全然、はい、いいでしょ。あ、引っ張ってない。